どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろんな曲に挑戦してみましょう。さあ今回は今話題騒然のバンド、若手バンドです、キングヌー、白日、この曲をやってみようと思います。このちっちゃいウクレレであの白日をやりますよ。なんとも言えないあの感じの曲も最初聞いた時はもうすごいなと思いましたもん本当に。はい、でやってみると分かるけどやっぱりこれも奥が深い素晴らしい曲ですよね。はい、このウクレレやってみましょう。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは歌は難しいですよ、歌のメロディはね。なんだけどウクレレの伴奏はできる限り簡単にしたガズレレ流シンプル簡単バージョンをやります。長さはもちろんショートカットバージョンです。もうほんとこのショートカットバージョンでももうほんと大変なこう中身でございますから、ぜひやってみてください。で後半はそれに16ビートのかっこいいリズムのアレンジも加えてやってみようと思います。後半のかっこいいバージョンもお見逃しなく2バージョン最後までご覧になってください。さあ大好きな曲、憧れの曲、いつも聴いてる曲、 CD 聴いたりカラオケで歌ったりするのもいいですけれども、楽器のこの演奏まで自分でね、こう表現として使う弾き語り、ぜひ皆さんこれ始めてもらいたいんですよ。もう最高に楽しいですから。自分一人でも何もいらないですから、他にはね。はい、やってみましょう。で、今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネル見て、動画とウクレレこう触ってるだけでもどんどんできるようになりますんで。で、ウクレレ簡単なんですよ。音楽は私には無理だわという諦めてた皆さん、ウクレレが助けてくれます。はい、弦も4本しかなし、ちっちゃいからいつでもね持ち歩きもソファーのところにちょっと置いといてるしね。で簡単なんですけど奥も深いんですよ。ずっと続けられる人生のパートナー、ね、になってくれますんで、ぜひ始めてください。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番の通りにこう動画見ながらウクレレ触ってるだけであれ私もできてるんじゃないってすぐなりますからね。はい、で、YouTube ですからいつでもどこでもスマホでも見られて無料ですからね、皆さんぜひご活用ください。じゃあリンクあります。初心者レッスンここ行ってらっしゃい、クリック、行ってらっしゃい。そこにはガズさんが今まで取りためたもう700曲以上のありとあらゆる音楽ジャンルの曲が簡単ウクレレレッスン動画としてすでにアップロードされております。最新 J-POP、定番の J-POP、 昭和の夏メロ、洋楽もたっぷりありますよ。ハワイアンもちろんあります。アニメソング、映画の曲、もういろんなのあります。演歌もあります。さっきのリンク先の下の方に行くと、検索できたり、ジャンルボックスから探せたりするようになってますので、ぜひお気に入りの曲、どんどん演奏しましょう。さあ、早速やってみましょう。キングヌーの白日。まずは初心者さん向け簡単バージョンの方からやってみます。ワン、ツー、スリー。時には、誰かも知らず知らずの、地に傷つけてしまったり失ったりして初めて犯した罪を知る。戻らないよ昔のようには、煌めいて見えたとしても明日には何ができるの、何になれるの、誰かのために生きるなら正しいことばかり言ってらんないよな。どこかの街でまた出会えたら僕の名前を覚えていますか。その頃にはきっと春風が吹くだろう。まっさらに生まれ変わって人生一から始めようが、へばりついて離れない地続きの今を歩いてるんだ。真っ白に全てさよなら、振り仕切る気を全てを包み込んでくれ、今日だけは全てを隠してくれ。キングヌー、白日、ガズレレ流シンプル簡単バージョン、ショートカットバージョンでお届けしました。今のはショートカットバージョンでして、1番をやってサビやって、1番最後のエンディングっていう、ガズレレ流ショートカットバージョンでお送りしたんですけど、この
バージョンだけでも相当にいろんな要素がもうぐっと詰まってましてですね、これはなかなかのものでございます。はい、難しいですね。やっぱ歌がやっぱりなんというか、まあお聴きいただいて原曲を聴いたらもうね すごいじゃないですか。やっぱあれをどうにかしてこう表現したいなということでやってみました。なるべく簡単にしたんですけどね、いかがだったでしょうか。動画のテロップと一緒に合わせてゆっくりやってもらうのもいいと思うんですけれども、いずれはそれを書き出してですね、自分のノートを作って もらってその2番とかも書き出していくと便利だと思います。最初のうちは伸ばしながらね、歌中心で始まるって曲なんですけど、このやっぱ歌の言葉の乗せ方とタイミングとメロディーがすっごい難しいんですよね。ちょっと試してみてください。で、ガズレレの楽譜のポイントなんですけど、こう下にくるっと囲ってるさ、かっこいいバージョンでやるコードなんですよ。なんで相当違いますからね、タイミングが違ったりとかいろいろありますが、後でちょっとこの辺も解説しますけど、ひとまずメモっといてください。はい、こっからリズムが入る感じですね。はい、でこっからは B メロというか、まあ、両方サビっぽい感じですけどね、ノリよく入ってくる。言葉がまあとにかく詰まってるんでね、このノートよりそのテロップを見て書いてもらった方がいいかもしれないです。はい、でここ大サビみたいな感じでね。はい、でここエンディングはこのコードを回して、一応終わったというのがガズレレ流オリジナルショートカットアレンジのバージョンでございました。では出てくるコードいきます。 C と A マイナーと F、D マイナー、 D7、G7、E7、 ここまでが今やったシンプル簡単バージョン。これはですね、コードだけ見たらめっちゃ入門コードなんですよね。これいつも出てくるこれです。ガズレレ必須コードというグループのコードです。全てガズレレ必須コードのメンバーとなっています。このガズレレ必須コードというのは何だと言いますとですね、コードというのは世の中にありまして、もう星の数ほどあるんですけど、全部覚えようと思っても、まあ、そもそも無理だし、まあ、大変じゃないですか。そんな時に私たちは今ウクレレで音楽をやろうと思ったと。ウクレレにとってですよ、めちゃくちゃこう親和性のある仲良しの便利なお友達コードのグループがあるんですよ。8個とか9個とかそれに付随するぐらいあるんですけど、そのガズレレ、そのグループをガズレレ必須コードといって、まずその仲間を最優先で覚えるのをお勧めしています。とはいえね、8個も9個も1個ずつ見れば簡単なんですよ。でも急に覚えるの大変ですから、頭の整理するすごく分かりやすい動画を私が撮ってます。ここにリンク貼っておきます。ここでコードを勉強してください。なんで今日はこの基本的なコードはそこの今のところで覚えてくれるとして、じゃあこっからいきます。かっこいいバージョンに入っていきます。かっこいいバージョンではね、もう1個コード追加します。これです。はい、これ Bm7 の5、Bm7-5 と言いますけど、よく見てください。これ G7 と Dm が一緒に押さえてあるような雰囲気のコードなんですけど、ちょっとやってみましょう。Bm7-5。まず押さえる場所は、まず G7 を押さえてみてください。G7 を押さえたっていうふうに考える人は、ここを足すだけです。4弦の2フレット。私の場合は親指で足しちゃいます。はい。なんとも言えない響き。もう一個の考え方。Dm っていうコードがあります。Dm を押さえて小指で1弦の2フレット。同じ、あ、間違えた。はい。同じ響きです。なんで、どっちでもいいと思います。Dm を押さえて小指で1弦の2フレットを押さえるパターンと、G7 を押さえて親指で4弦の2フレットを押さえるパターン。つまり、押さえる場所はこことここと、こことこことこことここってことですね。ここ、ここ、ここ。はい。どっちでも便利な方でやってみてください。これで、だいぶコードがね、こう、くだって、こう、なんか、砕けた、なんか、トロンとした雰囲気が出ますんで、このコードを、いっぱい出てきますと。で、さっきも言ったんですけど、このコードが変わるタイミングが変わるんですよね。ここのあたりなんていうのは、歌だけのところなんで、伸ばすとこで、Am7、1、2、1、2って伸ばしたんですけど、今度は、1、2、3、4回目だけ G7 弾くとか、これでなんとなくこう理解してください。この辺もみんなそうですね。最後の1回だけコードが変わる4拍のうちの、こんなのがちょこ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 入ってきますということです。歌入ってすぐのところの、ところで、ちょっとこのテロップ出しますけど、失ったりのところの、最初の E7 のところ、貯めるって、これ書いておくんですけど、ちょっとここ再現してみましょうね。時には誰かを知らず知らずのうちに傷つけてしまったり、わかった。E7、最初の1回弾かずに2拍目で入るってことですね。もう1回。時には誰かを知らず知らずのうちに傷つけてしまったり失って、ここちょっと溜めてやってみましょう。このちょっとのこのリズムアレンジがまたおしゃれでございます。はい、気にしといてください。はい、であとはですね、やっぱりリズムなんですけど、ここ基本的なリズムは、あ、前半はこう伸ばしてやるんですけど、これは結構ね面白いリズムで、16ビートのチャというリズムで、その下にで跳ねて
タリズムです。シャッフルというリズムですね。16ビートのチャートシャッフルです、はい。これはね、基本的にはじゃあ C で今練習してみましょう。トン、タカツ、タスカ、タカツ、トン、ツク、タカツ、タスタスタタ。ツッカタッカ、トンタッカ、ツッカタッカ、タンタッカ、ツッカタッカ。リズムがチャッカ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 、跳ねてる。このシャッフルで16ビートのチャというリズムをやるん。これがかっこいいところでございます。結構、ジャカジャカした、忙しいイメージじゃないですよ。ゆったりした曲ですからね。はい。16ビートのチャの弾き方と、一番最後のエンディングではガズペジオという、こういう弾き方、ガズオリジナルのこういうちょっと優しい弾き方を混ぜてやろうと思います。だから16ビートのチャと、ガズペジオの弾き方、ここでリンク貼っておきます。このリンク先はガズレレのホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムいろいろというページなんですけれども、その中からこの2つの弾き方探して動画で練習してください。16ビートのチャなんですけど、これはですね、ちゃんと階段を登っていかないといけなくて、最初は8ビートという基本のリズムをマスターして、その後は8ビートのチャ、その次16ビートのチャということで、なかなか奥が深いんですけど、しかもシャッフルですからね、なかなかこのリズム、このシャッフルの16ビートのチャはなかなか難易度高いと思うんですけども、これ体ごと持っていく感じでやってみましょう。今の C で弾いたんで明るい感じですけど、この曲はマイナーの曲なんで、この感じがね、なんとか出せるといいと思います。これにまた歌がやっぱりね、これはシンプル簡単バージョンももう当然一緒ですけど、まあ面白くもあり、もう相当難易度が高い歌のメロディーラインとタイミングと乗せ方と、これがまあ楽しいやつでございます。そういうことで、こうエモーショナルに、こう感情豊かに、この曲はね、やってみたいと思います。ではいきますよ。ガズレレ流白日、かっこいいバージョンやってみる。1,2,3。時には誰かを知らず知らずのうちに傷つけてしまったり失ったりして、初めて犯した罪を知る、戻れないよ、昔のようには広めて見えた、どうしても知ったと歩き出さなきゃ、勇気が踏みしき、何ができるの、何になれるの、誰かのために生きるなら楽しいことばかり言ってらんないような、どこかの街でまた出会えたら僕の名前を覚えていますか、その頃にはきっと春風が吹くだろう、まさらに生まれ変わって人生一から始めようが、へばりついて離れない、今を歩いてるんだ、真っ白に全てさよなら、嬉しい気分よ、全てを包み込んでくれ、今日だけは全てを隠してくれ、キングヌー白日、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。16ビートのシャッフルの16ビートで、このどっしりしたリズム感が加わると、またこの曲のなんというか深みがね、まあドーンとこう深まるかなという感じで、まあこれは簡単ではないです。やっぱすごく難しい曲なんですけど、もうすごいこうやりがいもあるんですよね。まあぜひこれはですね、こう長い目でちょっと取り組んでみていただいて、ちょっとこうね、なんかこう片鱗をつかみ取れればちょっと早いと思うんですけれど、やってみてください。ありがとうございました。はい。ウクレレ楽しい方、どんどん周りの人にお伝えくださいね。チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。ガズレレもですね、いろんなことをやっております。皆さん、この後ちょっとご案内動画つけておきますんで、いろんなね、イベント情報とか、このウクレレの情報とかね、本の情報とか、ちょっとお時間ある方、覗いててください。今日は見てくれてありがとうございました。それではご案内動画、どうぞ。大ニュース、チャンネル登録6万名様突破しました。6万名様の方のチャンネル登録をいただきました。大感謝です。もっとどんどん進みましょう。ありがとうございます。はい。いろんなイベント、ドンザーッとこう、並んでますけど、山梨行って、仙台行って、山形行って、もうまだ続いていきます。
フォローをお願いいたします。これ全部ねイオンホール、あの島原楽器さんのこうあのイベントにしていただいて、でっかく盛り上げていこうと思ってますので、皆さんお一人様でも大歓迎ですんで、どしどし来てください。そしてこのグレレのクラウドファンディング今やってるんですけども、初日でありがたいことで目標金額は達成したんですけど、まだ継続中です。そして皆さん気づきましたかね、今日これおろしたてなんですよ。見てピックアップ付きのウクレレでやりました。このピックアップ付きのソプラノウクレレのこのレビューっていうかも、あのいずれ近々紹介したいと思いますけど、これでもうナイスなサウンドです。やっぱりもう木材天然物の一枚板を使った職人さん手作りなんですごくいいです。クラウドファンディングの状況も、情報も、ホームページ、あそうだ、ホームページのリンク貼ってなかった、ガズレレ .com、 はい、ここにホームページのリンク貼っておきますよ。ホームページ見たら大体のこと書いてますんでお願いいたします。あと本をいろいろ出してるんですけど、一番新しい最新刊はこちらです。ドン一等ミュージック社から出ている100曲入りのガズのソングブック、これめちゃくちゃ今バカ売れ中でございます。ありがとうございます。すげえ簡単ですんで、本当にお気軽に100曲スラスラできます。よろしくお願いいたします。はい、どんどん音楽楽しみましょう。音楽聴くよりやる方が最高。これに共感してくださる方今増えてます。皆さんもそのうちの一人だと思うんですけど、この調子でどんどん行きましょう。ありがとうございます。見ていただいてありがとうございました。それではまた会いましょう。さよなら、バイバイ、またね、チャオ。